はい、皆さん、まんましょグランテージドでございます。さて、私はこんななりをして、ワインを専門としているのですが、ワインと料理の組み合わせっていうのは難しいもんだね。なんて声をかけられることがございます。そんな中でも皆様も、カキにしゃぶりの白ワイン、なんて組み合わせは聞いたことがありませんかフランスでも有名な定番の組み合わせである一方、 神の雫や美味しんぼでも取り上げられたように、ある種のしゃぶりと牡蠣の組み合わせは避けるべき、なんて言説も今や見られるようになりました。では実際のところ、しゃぶりと牡蠣は合うのでしょうかこれを考える上で、まずは食材としての牡蠣について考えてみましょう。牡蠣っていうのは、とりわけ生牡蠣なんていうのは、ミルキーな味わいと磯の香りが魅力で、 ここに豊かな果実味や樽の香りなんていうのを合わせてしまうと、この磯の香りと喧嘩しちまって、生臭さとして感じられるわけでございます。ワインの方も考えてみましょう。しゃぶりなんて一括りに言っても、ブルゴーニのしゃぶり地区で作られるワインっていうのは4つの角がありまして、下からプチしゃぶりしゃぶりしゃぶり一級、しゃぶり特級と分かれてるんですね。このうち、 格下のものほど、はつらつとした酸味とフレッシュな果実味が特徴で、比較的ニュートラルな味。これに対して格上のものになればなるほど、凝縮感のあるしっかりと売れた果実のニュアンスや、タルの香りが出やすい味わいとなるわけでございます。皆さんは気づきですね。上質なしゃぶりほど柿には合わず、波のしゃぶりで会えば柿との相性は悪くないっていわけです。す この他にカキと合わせやすいワインってと、例えばロワールのミュスカルだとか、南仏ラングドックのピックプールドピネ、ボルドーのアントルドゥメールなんていうのがありますが、どれもフレッシュで、ハツラツとした酸を持ち味としたワインでございます。フランスにおいてワインの組み合わせを決める大原則に、産地の料理に産地のワインというのがあるのですが、先ほど紹介した3つはどれも海の蕎麦。まあ、要はカキの産地でもあるんですが、 これに対してシャブリっていうのは随分内陸で、カキの産地と離れてるんですな。先ほどのワインと料理の組み合わせという原則を外してまで、なぜシャブリはカキに合わせられてるのでしょうかこれはですね、シャブリ地区の土壌っていうのがキンメリジャンと呼ばれる、恐竜の時代、後期ジュラ紀のキンメリ自会と呼ばれる地層の上に広がる畑が、カキ殻の化石を多く含んでいるため、 このカキ殻が風化して溶け出した養分がカキとの相性を保証してくれるなんて言われてるわけですな。なんとも素敵なストーリーです。ところで、ここで一度よーく考えてみましょう。カキ殻を含んだ土壌で作られたワインがカキに合うというロジックを成立させるためには、周りの土壌には含まれない成分がカキ殻殻が溶け出し、土壌に滞留し、 これをブドウが根から吸い上げ、枝でもなく葉でもなく果実に行き渡り、収穫された果実からワインを醸造熟成させる過程でこれが失われることなく、私たち人間の味覚嗅覚において知覚可能なものであり、かつ、これが柿の風味と合う必要があるわけですな。風が吹いたらおケアが儲かりましたな。そうなんです。柿殻土壌のワインが柿に合うという言説において、 このどれもが検討さえされてはいないんです。それにもかかわらず、私たちはこのわかりやすい偶然のストーリーをさも運命かのように受け入れてしまっているわけでございます。いかにももっともらしい解説というのがいかにいかがわしいか、というのを象徴的に表したストーリーではないでしょうか。これを見事に騙されているソムリエさんのなんと多いこと。 聞こえがいいばかりで科学的根拠のないお話には気をつけまなければいけませんな。結局、酸が強くてニュートラルな味わいのワインであれば、土壌にカキ殻がなくともカキの癖と喧嘩をせず合うってわけでございまして。さて、今日はソムリエも間違えてしまう明日使えるちょいとクリティックな豆知識でございました。お後がいっぱいでございます。眼底指導でございました。